皆さんお疲れ様です。収益利他型 YouTuber のゆうすけです。まずはじめにお知らせが遅くなって申し訳ありませんでした。9月22日に Google から17,949円の広告収益が振り込まれてですね、10月2日に令和新選組への入金手続きを完了することができました。これで10回目の寄付になります。それでたまに広告収益を寄付してるなんてすごいですねなんてお声掛けしていただくことがあるんですけど、全然すごくもなんともなくてですね、常々これまでお話ししてきているように、それはあくまで視聴してくださる方と僕自身との共同作業なんですね。せっかく映画を作ってもそれを鑑賞する人がいなかったなら何の意味もありませんし、小説を書くにしてもそれを読む人がいなかったなら単なる自己満足で終わってしまう。自分が読むために書いたものならそれでいいんですけどね。そんな風に発信したものを受信する誰かが存在しなかったなら、どんな優れた表現者も全くの無力なんですよ。誰かに受信してもらって初めてその表現や作品は完成したとも言えて、イエスの言葉も釈迦の言葉も目の前に困ってる人や悩んでる人、その言葉を必要とする人が存在しなかったなら何の意味もないのと一緒ですね。なので僕が行っている寄付行為は、視聴者の皆さんと一緒に僕が発信するのと同等の力を合わせて行っていることなんだと受け止めていただけたら幸いです。そういう意味ではアンチの視聴者の皆さんも共同作業者ですね。で、今回お話ししたかったことが、前回のマッドマックス怒りのデスロードに貫かれているテーマにも通ずるんですけど、自分の45年の人生を振り返った時に、思えば損得感情できるものが自分のことを幸せにしたことってこれまでおそらく一度もないなっていうことを最近ふと思ったんですけど、今日はいつものお弁当が半額で買えてラッキーだなとか、令和の支持率が上がって嬉しいなとか、今回投稿した動画はいつもより反響が大きくて嬉しいなとか、そういったその時だけの仮初めの幸せは諸行無常のこの世界にあって、シャボン玉のようにもろくも消え去るんですけど、損得を超えた純粋なものに触れられた瞬間って永遠なる不滅のものに直結していて、あるいは生きててよかったなーっていう気持ちに直結していて、情報過多のこの時代にあって、情報の洪水に飲み込まれながら、あらゆる多くの情報は僕の記憶から抜け落ちていくんですけど、ですが損得を超えたものに触れた瞬間の記憶は簡単には色褪せないですし、そういうものに触れられる瞬間を大石あきこさんが10月8日の京都のおしゃべり会での質問者さんとのやり取りの中で、山本太郎さんの政界での登場はフィーバータイムであると、じゃんじゃらじゃんじゃらパチンコの玉が出てきまくってる状態で、箱を持ってこないと素手では受け取りきれない状態であると言うんですけど、そういう損得を超えたものに触れられる瞬間を、魂に触れる瞬間を、あるいは自らの魂が何者かに触れられる瞬間を、東日本大震災以降届け続けてくれてるのが山本太郎さんであり、令和新選組で、その存在それ自体がすでにもう
僕にとっても受け取れきれないぐらいの大フィーバーなんですよね。そしてこれが何とも皮肉なことに、日本がこんな絶望的な状況だからこその、まるでその対価として何かの取引の引き換えとして、山本太郎さんや令和新選組っていう存在が光を放って顕在化してるとも言えて、経済の本質がトレードオフの世界ではない一方で、この世の仕組み、僕らが生きてるこの宇宙だったり地球の仕組みですね、そういうこの世の仕組みそのものはトレードオフの世界なんですよ。光が差すところには必ずや影が生まれるし、目の前に影が広がっているっていうことは、自分の預かり知らぬどこかに光が差していることの現れで、栄えるものは必ずや衰えるし、栄え続けるものは必ずや見えないところで何らかの代償を払っている。ジャニーズ問題がいい例ですね。そう、このことは万有引力のように決して動かせない摂理なんですね。なので人間である僕らができることは、常に偏ったバランスをマシな方に整えていくっていうことだけで、光をゼロにすることはできないし、闇をゼロにすることもできず、今日本で起きていることはジャパンアズナンバーワンという栄光の反動とも言えて、けれども闇に偏りすぎれば、この世の摂理としてシステムとして必ずや光が台頭してくる、その象徴が山本太郎さんなんですよね。ですが山本太郎さんといえども、人間がやってることなので、努力はしていても至らないところがあったり、乱暴だったり雑だったりするようなノイズが生まれるのは当然で、1分1秒を争うようなスケジュールで行動してるからなおのこと、特定の女性候補者をエコひいきしてるのではないか、選対委員長のことなど耳の痛い質問をされると怒っているように見えるのはなぜなのかっていうような質問に対して、山本太郎さんは、人間ですから質問によってはイラつくこともあるし、即戦力であるかそうでないか、その人の本気度だったりっていうもので、気持ちのグラデーションはあるっていう正直な気持ちを吐露するんですよね。そりゃそうですよね。日本がしっかり憲法が守られている国で、最低限度の健康で文化的な暮らしが約束されていて、平穏無事で時間に余裕があって、主権者意識もみんながしっかりしていて、ゆっくりのびのびみんなで支え合い学び合いながら統制を拡大していけるような状況にあるなら、太郎さんも随分とゆっくりと喋ると思いますし、穏やかですよ。威圧的になったり時間に追われて喋る必要性もないですしね。というか、そんな社会だったらそもそも山本太郎さんは政治家にはなってないっていう話ですね。ある意味創造者の計らいなんですよ。山本太郎さんの登場は創造者からのスペシャルギフトであり、大石さんが言うように、今が社会を変えるためのこれ以上ないチャンスなんですね。政治の腐敗と強者のために構築された盤石な支配システムを知れば知るほどに、たったの4年で庶民の党で8議席獲得できているっていうことが本当に奇跡ですし、山本太郎という政治家の能力の高さ、発信力や吸収力や共感力や体力、忍耐力、リーダーシップといった総合力を表す六角形があるとして、全部はみ出て外に出ちゃってる上に、ユーモアだったり音楽的な感性まで備わってるっていう、
でさらには自分だけの損得を超えてマクロな視点で社会や世界を見ることができる。で極めつけは他党の多くの政治家のような口だけのパフォーマンスだけではなく、自らの発言に見合った行動がそのままちゃんとできるっていう、そんな政治家はおそらく最初で最後レベルですよ。100年に1人どころか1000年に1人の逸材だと僕は思うんですね。このスペシャルギフト、この大チャンスを生かさない手は他にありませんし、山本太郎というチャンスを生かす以外にこの国の崩壊を食い止める道なんてどうやっても逆立ちしても僕には見つけられません。そうなんですよね、山本太郎は山本太郎でしかなく、誰が何て言おうと自分のやるべきこと、やるべき覚悟が他の誰より確立している存在ですから、山本太郎さんから何かを足したり引いたり修正することを求めるのではなく、自分自身もプレイヤーになって山本太郎というチャンスをどう生かすのか、日本の崩壊を食い止めるために自分に何ができるのか、自分にできる範囲で突き詰めていくしかないと思うんですよね。この崩壊を食い止められるその日までは。で、広告収益のお話に戻ると、山本太郎さんや令和新選組、そしてそれを取り巻く共鳴者たちなくして僕はここまで動画を作るモチベーションを維持できなかったと思いますし、ボランティアをすることもなかったと思いますし、いただいたり与えてもらっているのはむしろ僕の方で、これまで何度も生きててよかったと、こんなめまいがしてくるぐらいにめちゃくちゃな社会にありながら思わせてくれてきてるんですよね、山本太郎さんや令和新選組が。何度も何度も仮初めではない確かなもの、この時のために自分は生きてきたんだなーって気づかされるような、今このまま人生に幕を閉じても悔いはないって思えるような、この肉体が滅びようとも失われることのない、人として最も大切なものを令和新選組を取り巻くあらゆる人から何度も僕は受け取ってるんですよ。大切なことは目には見えないとサンテグジュペリの星の王子様が言いますが、損得を超えたものは常に目には見えないんですよね。目には見えないから分かりにくい、目には見えないからこそそれを感受できるか否かは、それを感受する側の能力次第、あるいはタイミングだったり運みたいなものになってしまうんですけど、山本太郎さんや令和新選組からそれを感受できた人は、それだけのことですでにある意味人生の勝者ですよ。そういう意味では僕も勝者です。金銭的には貧しかったり、学校の成績が悪かったり、何をやってもうまくいかなかったり、そういった目に見える形での敗者ではあっても、損得を超えたものを感受できるその人は、人生で一番大切なものをすでに手にしてるんですよね。いつの日か政権交代できて、供給力の限り国が政府支出できる事実が当たり前の時代が日本に訪れた時、それでもなおいつ何時も人間にとって一番大切なものが変わることはこの先もありませんし、気休めではない仮初めでもない真の幸福が眠る場所が変わることもないので、僕は僕自身が心肺停止するその時まで、令和新選組の存在に限らず、数字や形では表せない損得を超えたものに感動し、
損得を超えたものに魂を揺さぶられながらこれからも生きていくだろうし、令和新選組の国会議員の皆さん、地方議員や候補者の皆さんの損得を超えた生き方にはとても及びませんが、それに少しでも近づけるようにと胸に秘めながら残りの人生を生きていくのかなと、今はそんな風に思います。次から次へとね、暗くなるニュースばかりなんですけど、これからもどうにか一緒に踏ん張っていきましょうね。はい、今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。